つものことながら、この運勢動画は本命星と自分の傾斜がわかる人は傾斜を参考にしてください。2024年2月の運勢ということなんですが、2024年のスタートをすることになりますから、2月から特別に2024年の九星の一言アドバイスを最初にお伝えします。これは1年間通してね、1年間通しての一言アドバイスです。そこから行きたいと思います。まず一泊水星、明るく元気に、時刻土星、何をしてもいい、行動あるのみ。三匹木星、あなたのためにやりましょう、自分のためじゃなくてあなたのためにやりましょうっていう心がけ。白く木星、諦めず完成させる。五黄土星、楽しんで緩む。六白金星、大胆に変化。地石金星、おしゃれが大切。八白土星、体を温める。九紫火星、コツコツ継続。これが2024年の心がけの一言アドバイスですので、それだけ心がけるだけでもね、全然運気に乗っていけますので、ぜひ参考にしてください。そして、2月の運勢は五黄が中級になって、運勢がいい星が3匹白く、そして天童や三号がついている、まあポイント高い星っていうんですかね、が、九四六白八白になりますね。なんで三匹白くはエネルギー高くて幸運気だし、九四六白八白もポイント倍増月みたいな、自分がやったことが倍増される月っていう風な感じで、エネルギー高め、そういう風になります。で、五黄中級の月なので、そうですね、問題解決できるかもしれない月っていう感じかな。そういう感じにしていきましょうかね。ですので、みんなで力を合わせて2月問題解決していきましょうみたいな運勢と思って、ということです。1番の全体運からですね。2月は五黄が中級の月から始まりますので、五黄土星が真ん中に来ています。五黄土星が真ん中に来ている月は、全部の星が自分のふるさとに戻っている時なので、自分らしさ全開でいける、そんな一月なんですが、五黄土星はね、新年から中央に君臨するということで、とてもいい、どの星にとっても自分のふるさとからスタートできるのでいいんですけども、五黄は特にね、真ん中で帝王星と言いますかね、君臨してますので、そういう感じです。そして駅の火は地雷服と三雷なんですが、これね、去年1月と2月同じなんですよね。なんだけど後天上位の場所は違うんですけど、同じ火が出ます。なので先月と同じこと言うじゃなくて、違う側面でお話しすると、楽しみな1年の始まりになりますので、まあ、楽しみに思ってもらって、2024年の始まりを、趣味とか遊びとか、誰と会おうかなっていうことを計画するといいですねっていうことですね。そして3匹中級の年の3匹の上に乗っかりますので、3匹の影響を受けて明るく元気にやる気があります。そして中央はマイプレイスで居心地も良くて、五黄らしさ全開でどうぞっていう月になりますね。もう五黄は止められません、誰も。はい、で、五黄らしさ全開ってどういうのっていうと、周りの要望に応えていくっていうのがまず一つで、五黄に向けられる要望って、困った人とか大変な人とか、そういう人からのSOS なんですよね。だから困った人を助けてあげる、それから様子を見に行ってあげる、独居老人の様子見に行ったりとかするんですよ、豪の人って。あの人大丈夫かなっていう、ちょっとおせっかいみたいな感じでね、見に行ってあげるとか、優しさで何でも片付けてあげる。何でもっていうのは、汚れ物であろうが、すごい面倒くさい問題であろうが、そういう困った人ですので、助けてあげる対象が、しかも
かなり絡み合った問題とかね、そういうものを優しさで片付けてあげるっていうのが五黄らしさなんですね。そして相手のことも大事にしますが、自分もいたわれるのが五黄ですので、自己犠牲はない、相手も自分も OK っていう感じです。そして五黄は欲張りですので、でお得は逃さないっていうのも五黄土星の特徴、そういうの全開にしちゃっていいですよっていう感じです。そんな一月ですね。2024年のスタート五黄中級からっていうのがね、またちょっと面白いかなと思いますので、謳歌してほしいと思います。じゃあ全体をまとめると、1つ目、1年の楽しい計画を練る、2つ目、周囲の要望に応える、3つ目、五黄らしさ全開で OK っていうことですね。そういう風に、まあ自分らしくしていれば運気に乗っている月ということになりますので、そんな感じでいってください。そして2番、ラッキーアイテムはラッキーパワーストーンラピスラズリになります。ラピスですね、青い石です。そしてラッキープレイスはカラオケショップ、カラオケ屋さんになります。音が出るところだから、コンサートとかでもいいですけどね、カラオケ、とりあえずカラオケですね。そしてラッキーフードは酢味噌あえになります。お酢と味噌が混ざってるのがいいんですけど、酢味噌あえなので、まあ、ちょっとあんまり冬には向いてないけれど、1回ぐらい食べてみてください。そして3番目、開運ワークは2024年に情報収集したいこと10個書き出しになります。なんで情報が入ってくる、入りやすい月になりますから、情報収集いろいろあるよね。このこと知りたいな、あのこと知りたいなっていうのって人ってありますよね。これが欲しかったみたいな情報が入ってくると思いますので、書き出ししてみてください。情報収集したいこと10個書き出しになります。そして4番目、星の特徴、今月は動物縛りにしようかなと思うんですが、五黄土星の今月の星の特徴はカマキリです。カマキリが五黄なんですけど、カマキリが五黄ってすごくない？なんかこうやって、あれ怖いよね、顔とか。五黄って生と死を司ってますので、だから私お墓参り行った時にカマキリがピューって飛んできたんだよね。すごい印象的で、ピューって飛んできてご先祖様の名前のところに止まったじゃんね。カマキリ五黄で生と死担当してるから、ご先祖様がメッセージくれたのかしらってその時思ったんですけど、なんでカマキリが出てきたら、五黄からのメッセージ、ゴミ処理してますか、ゴミ片付けてますかとかさ、なんか意欲失ってませんかとか、やる気失ってませんかとか、五黄は欲を持ってますからね、やる気の欲、生きる意欲とかそういうのありますから、とかもしくはご先祖様が寂しいかもしれないからお墓参り行ったらどうですかとか、なんかそんな風に考えてみるのもいいかなと思います。玄関にカマキリが止まってたりとかさ、するんだよね時々。そうすると、五黄からのメッセージかとかって思ったりする。まあ絶対じゃないですけど、そういう解釈の仕方もあるよっていう感じになります。ということで、星の特徴はカマキリでした。これで五黄が終わりになります。仮吉報は今頃行うものですか、 4月とかからはできたりするのですか。仮吉報っていうのは、引っ越しと違って、まあ、4月が今年、年番と月番が重なってる引っ越しのチャンスの月なんですよね。だから4月に引っ越しをするといいんだけど、仮吉報っていうのは4月に戻ってくるっていうことをしなきゃいけないから、前もって出るっていうことをするんですね。仮吉報っていうのは、自宅があってそのこっち側に住んでこうやって自宅に帰ってくるんだけど、この方位が吉報になるようにこっち側に行って
旦住むっていう技なんですよね。だから今こっち側に住んでるんだけど、ここから4月のいい日にこうやって帰ってくる方が吉報になるということで、仮吉報というのは今頃から始めます。でも引っ越しは4月になったらここからいいところに引っ越せばいいので、引っ越しと仮吉報時期がちょっと違いますね。同じ吉報を取るんですけども、仮吉報の方が前もって動くっていうことになります。で4月から仮吉報やれなくはないですけど、戻ってくる方位が吉ならいつからでもできるんですけど、月番と年番が違うとチャンスが少ない。一人でやる分にはいいんだけど、月番と年番が重なってる時がチャンスなので、それが4月、来年は1月と2月ができるんですけど、という感じです。そして昨日テレビ見てたら、今年の恵方は東北東って言ってました。これは気学でも同じ方位ですか？これはねすごいややこしいんですよ、東北東問題ね。気学では東北東という方位はありません。一般的に360度を等分にした場合、東北東っていう方位が出るんですけども、気学は東西南北30度、残りの四隅が60度っていう8方位なんですね。だから一般的にね方位は分けるとね15ぐらいあるんです、方位が。だけど気学では8方位なんですよね。だから15分の1の東北東って言ってるんだけど、気学は東の30度になるんです。そうするとテレビとかコンビニで言ってる東北東方位と 2,3 度しか重ならないんですよね。薄くしか重ならないから、東北東方位は無視してください。気学でいう東の30度が恵方になりますから、そこに恵方参り行くようにしてください。恵方参りのやり方は私のメインチャンネルの方にあります。方位だけが今年は東っていうところが違うかなと思うので、方位だけ東にして、あとやり方一緒ですのでね。そしてライブ動画のご案内はヒロの公式 LINE よりしています。でヒロの公式 LINE 今登録すると7大特典だったかな、相性のお話とか、60種類の十二支のお話とか面白いお話が聞けますので、情報がプレゼントであるので、それを見てください。誰とでも仲良くなれる魔法の相性術とか、初心者向け気学の基本の話とか、毎月の開運デーの限定動画、毎日のラッキーフードとラッキーカラー、そういったものがプレゼントになりますので、公式 LINE 登録しといてください。また、私から毎朝の元気が出るメッセージとか仮吉報の様子なんかもちょっと配信して、ご迷惑じゃなければ受け取ってもらえるっていうことですね。なのでよかったら公式 LINE 登録お願いします。